ブライアン・キースはアメリカ・ニュージャージー州出身の俳優。名脇役として知られる俳優ロバート・キースの息子である。1921年にニュージャージー州ベイヨンで俳優ロバート・キースと舞台女優ヘレナ・シップマンの間に生まれ、両親の巡業に伴い旅の中で育つ。ハリウッドで子役としての活動を始め、1924年に 父と共演したサイレント映画、パイド・パイパー・マローンで、子役デビューする。両親の離婚に伴い、ニューヨーク州ロングアイランドで祖母に育てられる。1927年に、父ロバートが、女優ペグ・遠投位すると再婚するが、1929年に、離婚。原因の一つはロバートに離婚歴があり、息子ブライアンがいることをペグに隠していたからとされる。 ラジオや舞台で演技の仕事をした後、1941年にアメリカ海兵隊に入隊、第二次世界大戦に従軍する。退役後に本格的に俳優として活動を始め、1946年にブロードウェイデビュー、1952年にコロンビアピクチャーズと契約し、映画だけでなく、テレビにも出演するようになる。 1966年から1971年まで CBS で放送されたシチュエーションコメディニューヨークパパが大ヒット。プライムタイムエミー賞主演男優賞に3度ノミネートされる。本作は日本でも放送された。1972年から1974年まで NBC でシチュエーションコメディザ・ブライアン・キース賞が放送される。 1997年6月に拳銃自殺。同年4月の娘デイジーの自殺と本人の廃棄種と肺が多くにしたと見られる。その後、2008年になってハリウッドウォークオブフェームにテレビ部門で星を授与される。ありがとうございます。